GE は来年25年以降航空機エンジンの会社となるであれば GE 利益喪失能力から見積もれる企業価値はいくらになるか白坂慎太郎の経済ニュースの本質 白坂慎太郎です。今回は GE 株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい。結論が下がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい。まず、ということで、まあ、GE ですね。まあ、創業者は誰かということなんですけれども、はい。発明王と呼ばれたトーマス・エジソンがですね、まあ設立者、創業者ということです。はい。なので、まあ、GE は1878年。 日本でいえばもう明治時代の初期の頃にまぎょ電気照明の会社として始まった創業146年の会社ということです。なおですね近年の GE に最も大きな影響を与えたのがですね1999年に20世紀最高の経営者と言われたジャック・ウェルチということです。 はい、というのは、まあ、ウェルチが CEO、最高経営責任者だった1981年から2001年の20年間で、まあ、売り上げが5倍、利益率も上昇、結果、まあ、株価が40倍に上がったということです。結果、まあ、GE は2000年の時点で,です、ね、世界時価総額ランキング1位企業になっていたということです。はい しかし、まあ、売上増っていうのは何で達成していたかということなんですけど、M&A 合併買収による多角化でですね、要するに M&A でまあいろんな会社っていうのをたくさん買うことによって、まあ、決算書っていうのがどん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 連結されていった結果、まあ、売上っていうのが伸びましたということです。はい、そして、利益率はじゃあ何で上がったのかっていうと、まあ、結局10万人ですね、まあ、20年間でまあリストラっていうのを行ったということで、まあ利益 利益率が上が上ったとということです、はい、なので、まあ、結局20年間で売上5倍利益率上昇で株価時価総額も上がったんですけど M&A でどん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 多角化していったことによって、まあ、GE はですね、まあ、約1000もの事業っていうのを行ってたということで、まあ、経営資源っていうのがものすごい分散しましたということですねで、まあ、20年間で10万人以上というリストラが行われているということなので、まあ、残った従業員の方々から 会社会社に対しての信用、信頼というのが大きく低下したということを、ねはい、そしてなおかつやっぱり短期的な数字というのがです、ねまあ、重視されるということになったので、まあ、短期主義というのがまあ会社全体でまあ助長されてしまったということで、まあ、結果的には長期的なです、ねまあ、GE の会社としての企業としての競争優位性というのがまあ喪失してしまったということですね。 はい、結果、まあ、GE 最高の成功というのを実現した、まあ、ウェルチはです、ねまあ、そのあの GE 衰退のまあ原因ともまあ言われるようになってしまった。 だからまあ短期的な数字っていうのは確かに上げたということで、まあ、20世紀最高の経営者とまで称されたわけですけど、まあ、今それからさらに20年経った現代から見るとじゃあなんで GE ってここまで衰退したんだえそれは一番の原因っていうのはまあウェルチ時代の経営にあったんじゃないかというふうに言われているということです。はい、なおということで、まあ、ジャック・ウェルチ退任後の約20年間で、まあ、GE がですね、まあ最初 GE が1981年から2001年の20年間でたくさん MA 合併買収してきたわけですけどその後の20年間というのはどん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 分離していったまたはもう売却していったということでじゃあ例えばどんな企業を分離または売却したかということなんですけど金融家電ですねはっきり言ったら電気の会社で始まってるんですけどその創業の延長にあった家電っていうのも結局はまあ 売売却却しししたたとととといいううここでですすよね中国の企業にまそれからまあジャック・ウェルチ時代に最大規模の MA であったまあ放送事業もです、ねまあ、米国のコムキャストにま売却しましたということですよね。プラスチック事業はサウジアラビアの会社に売却しましたと。で医療機器に関してはまあ分離独立させましたということで、はい、そしてまあ現在のです、ねまあ、GE で残っている最後の3事業というのは、航空機事業ですね。それから電力事業 そして、再生可能エネルギー事業。まあ、この三つだけが現在はまあ残っているということです。はい、では、ですね、まあ、GE の二十三年度本決算におけるまあ各事業別の利益というのは、どういう状況だったかということなんですけれども、はいまあ、航空機事業というのがです、ね、まあ、航空機事業というのは、航空機エンジンを作っている、えー。 事業ということになりますが、こちらの方は9200億のですね、まあ、本業の利益ということで、昨年対比で28%利益が伸びてますということですね。で、電力っていうのはですね、まあ、例えば中心的なのは火力発電用とかのまあですね、まあ、発電タービンとかですね、まあ、そういったものがまあ主力製品ということになってますが、こちらの方がまあ利益が2180億円で、まあ、昨年対比でプラス19%ということです。はい。そして再生可能エネルギーということであれば、例えば太陽光 パネルとか太陽光でに使われるパネルに使われる電池であるとか、もしくは風車ですよね、風力発電のタービンである風車とか、そういったのを製造・販売している事業ということになりますが、こちらの方は今年はことし23年度本決算は2160億の赤字決算だったということです。だから電力の黒字を再生可能エネルギーがほぼほぼ全部長結にしているような、そういう決算ということです。 はい結局ですね、まあ、再生可能エネルギーということに関して言うと、まあ、業界全体で言えば、まあ、太陽電池はもう中国が75%、4分の3ですね、米国のシェアは3%、日本のシェアは1%ということです。はいそしてですね、まあ、今度は風力発電のタービン、風車に関してはまあ中国は60%ということで、まあ、米国は9%で、まあ、日本はもうシェアがない、まあ、つまり日本企業で風車を作ってる会社はないということです。 はい、つまりです、ね、まあ、日本企業だけでなく、まあ、米国、そしてまあ米国の GE も、まあ、再生可能エネルギー関連に関しては、中国企業にも完敗したということが言えます。はい、ただです、ね、まあ、GE のまあ再生可能エネルギー事業っていうのは、まあ、電力事業と統合した上えで、まあ、GE からのまあ分離独立っていうのが決定。 決定していいるととうことですねだからまあ今年24年内にですね、まあ、分離するっていう予定になってます、はい、つまりですね、まあ、エジソンの電気照明事業から始まった GE は、まあ、ついに素業のまの電力事業も会社から離れるということですだいろんな企業をまあどん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  MA で合併買収してですね事業を多角化多角化していってそれをどん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 分離または売却っていうのをしてきてで最後の最後ですね、まあ 結局エジソンから始まっている、まぎょである電力事業も、ついに今年24年、会社から GE から離れることが決定しているということです。はい、そして、来年25年以降の GE っていうのは、もうこれは最後の最後に残った1事業、航空機エンジンの会社ということになるということですね。 はい、すなわちまエアバスですね。ま、これは欧州の企業ということになります。はい、いま業界最大手ですよね。ま航空機世界1位ということですね。で、航空機2位がま世界2位がまボーイング米国ということで、まこういうエアバスとかボーイングというま航空機の製造企業に対してま ge は航空機エンジンを製造販売する会社ということになるということです。はい、なおということで、ま航空機業界はまじゃあどういう状況なのかということ。なんで ですけどはい、まあ一つはアメリカのボーイング社がですね、まあ、品質問題っていうのを発生させてますということですよね、まあ、そこにまあコロナっていうのが2020年以降起きたということで、まあ、ボーイングの品質問題にまあコロナ禍っていうのが追い打ちをかける形で、まあ、弱にたたりり目目に状態とということです、はい、であれば、まあ、いくら GE が世界シェア1位企業だとしても、まあ、業界状況が厳しすぎて、まあ、今後の利益成長っていうのは期待的 ないといととうことですよね、はい、だからまあ最後の最後に残った航空機エンジンに関してはまあ GE は世界1位なんですよね、まあ、シェアが最も大きな企業ということになるんですけど、党、まあの顧客、当の業界がです、ねまあ、状況が非常に厳しいということで、じゃあこれからどん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 まあ GE は航空機企業という形でまあ伸びていくかと、利益成長していくかといったらそれは期待するのは相当難しいということです。はい、よってて GE をまとめていく とはい、まずはですね。まあ、赤字の再生可能エネルギー事業に関してはですね。まあ、電力事業と統合した上でまあ、分離っていうのがまあ決定してます。ということです。はい。なので、まあ来年25年以降は ge って何の会社ですか？航空機エンジンの会社ということになっていくということですね。で、ge の今後っていうのはまあ航空機事業によります。ということですよね。でまあ、航空機業界っていうのはまあ外部環境っていうのがまあ相当厳しいということで、ま業界自体っていうのがはっきり。 すごくですね。まあ、コロナの以前。 以上に伸びるということがはっきり言って見通すことがほぼできない状況になっているということですよね。であれば、いくらシェア1位の企業だったとしても今後の利益成長というのはやっぱり期待できないというのが今回の分析です。はい、であれば株式市場の評価である GE の時価総額はいくらで評価されているかということですけれども24兆円で評価されていますということですね。はい、では GE の利益創出能力から見積もれる企業価値は いくらになるかということですが、11兆円になるということです。はい、すなわち時価総額24兆円に対して企業価値は11兆円の価値なので、はい、だから割高ということです。時価が価値に比べて高いということですね。はい、株式市場は短期では単なる人気投票期、しかし長期だと価値測定期ということで、はい、GE 今後の株価はですね、2万373円から1万138 ままで下がるといいう,うに予想しますはい、ちなみにベ米ドル表記で言うならば153米ドルから63米ドルまで下がるという予想になります。はいということで今回は GE 株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども結論は下がるというのは今回の結論です。 そして、最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目はですね、白坂のメルマガ登録特典ということです。はい。株式投資で資産を10倍にする方法など、特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい。2点目です。はい。AI 革命2.0ということで、まあ、昨年より大きな話題になっている AI に関連してですね、 AI 革命2.0とといいいう価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができますもし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴くださいあなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を